はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃーん。はい、初音ミク、ママ式アピミクフィギュアです。こちらの方ですね、台東さんの方から、ゲーセンのプライス景品として出ました。ついこの間出たばっかりですね。はい、本日はこちら2000円使って取ってきました。いやー痛い。はい、本日はこちらの方レビューしていきます。はい、バシーチャンネル。はい、まず外見から見ていきましょう。外見の箱がまあこんな感じですね。あ、俺撮ってないや。本日ね、こんな感じの、撮ってきたんで、こんな感じで、ね、動かすみたいな、撮ってきたんで、随分お金と時間がかかってしまいました。はい。まあ、とりあえず箱はまあ、こんな感じですね。ママ式アピミクというのはですね、まあ、ご存知の方もいると思うんですけども、ニコニコ動画なんかで出る、MMD、ミクミクダンスのうちの、ミクさんですね。はい。まあ、MMD が何かっていうのは、まあ、詳しくはネットにあるので調べてみてください。はい、じゃあ早速開けていきましょう。今回はママ式のミクさんが出てきたんですけども、他のMMD のミクさんも出るんですかね。だとしたら楽しみなんですけどね。はい、まず中身なんですけども、こちら台座が一つですね。はい、でこちらなんかすんごい包まれてるんですけど、今からちょっと開けますね。はい、はい、中身なんですけども、まずこちら、台座ですね。台座今回受け皿方式ですね。はい、結構珍しいタイプです。はい、でこちらツインテールが2つですね。はい、でこちら本体のミクサーになります。今からちょっと組み立ててみますね。じゃーん。はい、こちら、ママ式アピミク、完成しました。ですね、結構大きいですね。18センチだったかな。はい、確かそのぐらいです。まず全体的に見ていきましょう。足からこんな感じ見ていきますけども、すごいいい出来ですよね。服は全部メタリックカラーになってまして、メタリックブルーとシルバーかな。で、まあ、裏がこんな感じですね。造形かなり綺麗ですね。ママ式にはあれですかね、ミクさんのなんですかね、ないんですね。後で画像をつけてきますけども、はい、あれがないんですね。で、腕の方01がかなり大きく書かれてますね。で、髪の色なんですけども、これでわかるかな、若干違うんですね。こちら僕の目で見ると、そうですね、ライトグリーンっていった感じですかね。エメラルドグリーンですかね。こっちは普通のミクさんみたいな水色の髪なんですけど、そこへんはまあプライズ景品だから、まあ、しょうがないんでしょう。はい。ですね、まあ、細かいところ見てみましょう。顔がまあこんな感じですね。はい、綺麗にできてると思います。特に目立ったような外傷とか塗装の塗り忘れとかもないのでいいですよね。はい、まあ、ざっと見た感じこんな感じです。綺麗ですよね、なんかすごい18センチの割には。はい。はい、いくつかプライス景品でとして出た、ミクさんのフィギュア、まとめてみました。こんな感じになりますね。まあ、どれも素晴らしい出来なんですけども、今回のママ式に関しては、メタリックカラーがかなり映えてますね。はい、で僕が言ってたのママミクサにないものはこれですね。はい、こちらのなんつうんですかね、これ。レザーなんたらって言ったと思うんですけども、まあ、そちらの方がないんですね。他のプライス景品と、まあ、ほとんど同じぐらいの大きさですかね。こちらは、ディーバーアーケードの方で出た、景品なんですけども、そうですね、高さ的にもほぼ一緒ですね。はい、こちらの方はね、最初期に出た方のプライス景品で、かなり大きさが違うんですよね。胸も若干大きさがちょっと違ったりします。ちょっと大きいですよね。はい、まあこんな感じです。まあ全体的にはかなりいいので、部屋に飾る分にはいいと思います。はい、はい、というわけで、初音ミク、ママ式アピミクフィギュアの紹介でした。今まで通りの、台東さんのプライス景品の、質なんで、悪いところはないですね。はい、部屋に飾っといて全然問題ないし、どのフィギュアになっても、いや、どんな姿になっても、やっぱりミクさんは可憐で美しいですよね。はい。なんか自分で言っててなんか恥ずかしいな。はい、というわけで、プライス景品初音ミク、ママ式アピミクフィギュアの紹介でした。紹介したのはバシーとミクでした。
はい、じゃあねー。はい、僕とミクからお願いがございまーす。はい、チャンネル登録をお願いします。今、パソコン、ゲーム、それからスマホ、いずれかで見てると思うんですけども、その開いてる画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思います。そちらの方を、押してください。お願いします。はい、チャンネル登録してくださいますと、僕の新しくアップした動画が、早く見れるようになります。ご協力の方お願いします。